皆さんこんにちは。 B レジェンド管理栄養士の布目です。今日第19回は、成長期の子どもの体づくりに大切な栄養、こちらのテーマでお話ししたいと思います。よろしくお願いします。成長期のお子様はですね、を持つ保護者の方ですねは、いろんな悩みをお持ちかと思うんですけれども、特に、身長が伸びないですとか体が大きくならない、こういった悩みを、持っていらっしゃる、保護者の方が多いかと思います。そういった相談をよく受けます。で、身長なんですけれども、身長というのは、ある程度は遺伝で決まっていると言われておりますので、ご両親が、背が低かったりしてお子さんがすごく、大きくなるというのは難しいかもしれないんですけれども、その決められた遺伝の中でもですね、最大限に、伸ばすことができるように、するということは、とても、重要になってくるかと思います。ではですね、その中で、どうやったらですね身長が伸びやすくなるのかというお話をしたいと思います。成長にですね、特に必要と言われている栄養素がですね、タンパク質とカルシウムになります。まずタンパク質というのは、私たちの体のあらゆるものをですね作っている原料になるものになります。例えば髪の毛ですとか爪ですとか、皮膚とか筋肉、あとは骨ですとか内臓ですね、あとは食べたものを消化する消化酵素と言われるものですとか、本当にあらゆるものがですねタンパク質から作られています。ですので、骨もそうですね。で、なのでタンパク質を、しっかりと摂ることによって、例えば食が細いお子さんとかっていうのは、消化酵素がですね、ちゃんとしていなかったりですとか、ちょっと胃腸の、がしっかりしていなかったりですとか、弱かったりですとかっていうこともあるかと思うんですけれども、そういったものもタンパク質から出てできているので、タンパク質を、しっかり食べることによってで、そういった機能というのも高まって、食事自体も、たくさんしっかりと、食べれるように、なってくるかと思います。で、もう一つのカルシウムですね。カルシウムは、骨とか歯を、丈夫にする、骨の成長にですね欠かすことのできない、栄養素だということは、皆さんもよくご存知かと思うんですけれども、ですので、カルシウムをしっかり摂ることというのも、大切になってきます。ただカルシウムという栄養素はですね、実は吸収がですねあまり良くないと言われている栄養素なんです。ですので、カルシウムをですね単体で摂るよりも実は一緒に摂るとその吸収率が高まると言われている栄養素がありまして、その一つがタンパク質、そしてもう一つが、ビタミン D ですね。このビタミン D と言われるものを一緒に摂るとカルシウムの吸収が高まるということが分かっています。でこのビタミン D というのは、どういった食べ物に多く含まれているかといいますと、魚ですね、鮭とかイワシとかサンマ、そういったお魚ですとか、あとは、干し椎茸とかキクラゲですね、そういったキノコにも多く含まれています。あとまたビタミン D というのはですね、私たちの皮膚の表面でも作ることができますので、日光浴ですね、日光に当たることで、ビタミン D が作られると言われています。ですので、日光浴を、したりすると、体内でビタミン D もできたりするんですけれども、ビタミン D というのは、そういったものになります。ですので、成長に欠かせないのが、タンパク質と、カルシウム、そしてその吸収を助ける、ビタミン D、これらが、必要になるかと思います。こちらのですね、ジュニアプロテイン、B レジェンドジュニアプロテインというのを、があるんですけれども、こちらはですね、タンパク質が、11g、1回量で、11g ですね、正確に 11.4g 入っていて、
さらにですね、カルシウムが 600mg 入っています。で、この 600mg というのはですね、まあ、あの学校の給食ですと、まあ、牛乳、1杯ですね、大体あの毎日ついてくるかと思うんですけれども、まあ、あの約3倍ぐらいの、カルシウムが取ることができます。で、この、あの、ジュニアプロテインっていうのはですね、まあ、あの、他社さんもいろいろと出ているんですけれども、私はですね、このビーレジェンドジュニアプロテインっていうのはすごく、優秀だというふうに思っています。で、なぜ、優秀かと言いますと、こんなにもですね、タンパク質とカルシウムが、多く入っている商品。そして、この、500g でですね、1980円という、まあ、お値段で、出している、とこっていうのは、ないかと思います。ですので、まあ、こちらを使っていただきますと、日々のお食事にですね、お子様の、お食事にプラスアルファしていただくと、まあ、あのお子様の成長、身長を伸ばすですとか体を大きくしたいという、まあ、そういったことにですね、お役立ていただくことができるかと思いますので、ぜひ、ご利用いただければと思います。それではですね、本日はこちらの、成長期の子どもの体づくりに、大切な栄養というテーマで、お話しさせていただきました。どうもありがとうございました。